ティータイムズをご覧の皆様こんばんは、目黒敦子です。今週は春爛漫というよりは少し季節が先に進んでしまってちょっと暑いくらいだなというような日が続きました。さて今週もですね、日刊現代で週間を振り返っていきたいと思います。では担当の方をご紹介しましょう。総合コンテンツ局局次長の杉本克之さんと社会情報部編集部長の加藤光栄さんです。よろしくお願いします。さあそれではまずは政局からいきましょう。6月解散かというような話が出てますね。そうですね、まあもう多分有権者ももう怒りを通り越して、はい、呆れてるんじゃないかなと思うんですけど、頭くれじゃないですかね。本当にね、もう厚労、ね、厚労省のデータ捏造で財務省の文書改ざん で、はい、でまあ追い打ちかけるようにもう防衛省のね、はい、日報隠蔽ってもう何なんだそれも1年とか言ってね、はい、よく分かんないんですけど、まあさすがにもうここまで来るとまあその自民党内でももう安倍参戦はまあ苦しいんじゃないかと言ってこう水面下でまあうごめき始めているというような動きがあってですね、まあそろそろ危険水域にもまあ支持率とかですね含めて危険水域に入っていったらまあもちろん来年その参院選と地方選もありますから、はい、それ議員にとってはもうそれがもう全てですから、はい、一強の間であればねそれが全てだと思いますよ。だから今こそちゃんと仕事をしろということなんですけどね。もちろんそうなんですけど、まあ、そこでね落ちればただの人なんで、まあそうなったら困るということで、まあ安倍おろしが加速していくんじゃないかと、まあそれは大方の見方なんですけれども、そうなったけどただその会見とかね含めてまだまだしがみつきたい安倍首相およびその周辺の人間、まあ、どんどん支持する人も減ってきていると言いますけれども、まあ、なんとかならないかという中で、まあ、いろいろと画策しているようですけど、まあ、それに対して結局その、まあ、下ろしたい側は、まあ、昭恵夫人の関門をちらつかせて黙らせようというようなそのさや当てがあるようなんですけど、まあ、その中で結局その破れかぶれでやってくるのが、まあ、安倍周辺が狙ってくるのがそのあれですね、会期末、6月の会期末解散じゃないかということなんですけれども、はい、まあ、もちろん今は野党がバラバラなのでちょっと足並みがまあそんなにね、せっかくの後期なのに別に揃ってるわけでもないですし、まあ、またなんかこう再編がねありそうな感じしますしね。そうですね、けどまあそれちょっと違うことだったりとかね、野党はバラバラだけども自民も、うん、もう一枚はだったのに、ね、野田聖子さんがね、まあ、そうですね、まあ、そう動きを出したりっていう、そうね、まあ、バラバラになり、みんなバラバラ、与党がバラバラになりかけてる、はい、そうですね、みんなバラバラってことですね、みんなバラバラ、すごいそんな曲があったねって感じですよね。まあそうですね、まあ、まさにそれがまあ政局ということなんだと思うんですけれども、でまあね、確かに竹下渡る総務会長ですらまあなんかもう昭恵さんが迷惑だみたいなことをこう平然と言っちゃうとかね、あ、はい、まあ、与党内もバラバラになってると。いう中で、まあ、対抗手段として解散というようなことが、はい、まあ、いろいろと出てる、はい、でまあもちろんそれで過半数取ればですよ、うん、そりゃ一応ね安倍政権とすれば、ね、周辺とすれば、まあ、これで国民支持得たとかって言うんでしょうけれども、うん、まあちょっとさすがに有権者もね、うん、これで破れかぶれ解散しても支持はしないと思うんですけどね。まあ結局でもだからといってじゃあどこに入れるかってなると難しくないですか、今の野党の体たらくぶりっていうかね。あ、そんなこと言っていけないのか。そう、このに向けてちょっとあれですけど少しねその動きもあるんで、うん、いや野党も頑張ってほしいなっていうことなんですけどね。そうですよね、小泉進次郎に入れるしかないかな。いや進次郎いいんですよ、仕事をしてくれる人だったらいいんですよ、とにかく。なんかこう見てるとこうなんか自分を売るためのパフォーマンスみたいなのも目につくなっていうのもあるしね。そうですね、いやまあ今まさにそういうやっぱ局面に入ってきてるんですよね。だからそうなると ね国を思ってじゃなくて自分を思ってるでしょあなたっていうのが見えなのがすごいですよね。まあ多分今もうみんなそう言ってぐるぐる みんなが思ってると思うんですけど、確かにね、今いいこと言ってとりあえず顔を売って選挙つないでいかないとっていうような動きに なっていくと本当に見にくいんですよね。そう、 見にくいですよね、うん、我も我もなっていっちゃうんでね。本当にちゃんと日本をどうすべきかというような、そういう議論が全く今ないじゃないですか。だからこうみんなこうもうむしろこう政局ということに関して無関心でいざるを得ないというかね、そういうのが増えてきてるかなという気がしますよね。無関心というのはいい意見だと思うんですね、うん、無関心じゃでいざるを得ないという状況ですよね。無関心ではないんですよ本当はね。なんかいつまでこのやってんのっていうのとかね、
だからそういう状況になってるのがちょっと、あ、なんかすごい無駄だなっていう思いもあったりとかして、まあ、そうなんですよね、まあ、確かにね、そのこれまで出てる、いや、あのね、データのあれだとか改ざんだとかね、まあ捏造とかね、そのあれ文書改ざんとか日報隠蔽とかって言われても結局ね、普通の有権者にとってはまあそれはダメだろうけど、その次のこともっとやってくれよっていうのが本当のとこなんですよね。そこをけど延々とね、国会とかでやられても、はい、まあ、もちろんこれは大事なこと、大事なことなんだけど、すごい大事なことなんだけど、まあ、生活密着したね、うん、例えばその将来の年金どうなるんだとかね、うん、あるいは物価どうなるんだとか、うん、そういうのは もちろんビビッドにこう関心はあるんですけれども、うん、そういう議論はできない、もうやってることは憲法改正、まあそれでご飯食べられるわけではないんでね、うん、まあ大事なことであるんだけれども、うん、直近の大事なことではないっていうことね。あ、またこれかってなっちゃって、そうですね。どんどん解散したらまた解散かというあれですよね、うん。また億単位の金がそれでかかってね。はい、550億とかかかるんで、ね。だけど1日の国会で3億捨ててるようなもんですかね。それを考えたら、ね、変な話やすいんですよ。運営費1日開けばね、3億なんですよね。そう考えたら早めに手を打った方がちゃんとやる人を、ね、そうですね、あの、うん、選ぶ。でちゃんとやってくれる方が、うん、そうね、もうその、まあ、税金の無駄遣いにはならないですね。そうそうそう、ね、そう思いますよね。長い目で見ればね、仕事しろっていう。あ、すいません、なんか私とこんなになっちゃったんだけど、とんでもないです。あの、どうぞ、なんか意見をどうぞ。いやいや、全然全くその通りだなと思って傾聴しておりました。すいません、ごめんなさい。さすがですね。すいません、ごめんなさい。はい、ということで次の話題なんですが、こちらも結構の話題を集めてますね。あの、土俵に女性が上がったということで、はい、ね、まあ映像を見てる人も多いんでね、はい、いわゆる女性がこうやって押してる時にですね、はい、まあ降りてくださいと、はい、じゃあ女人禁制なんていうのはまあどうなんだということになって、はい、いわゆる相撲協会、まあ相撲協会は言ってないかな、はい、周辺の人はいわゆる伝統なんだと、はい、神事であるし、はい、っていうことなんですけれども、これ記事ではね、日本書紀にはですね、女相撲の記述があるから、はい、昔は別に女人禁制でも何でもなかったんですね、はい、多分まあ戦争時代、まあ昭和の戦争時代、あのあたりから、まあ、いわゆる女性というのは、まあ変な話ですけども、月のものがあるもんですから、血が汚れかなんかで、まあそれが曲解されて、今のようなこういうふうな土俵には絶対女性はというふうな、あ、しきたりみたいなものができたんでしょうけれども、江戸時代は女性は千秋楽しか見ちゃダメ、関戦もダメみたいな、はあはあ、なんかそんな感じがあったみたいですけどね。ただ昔はもうルーツからいけば女性っていうのは ね、はい、まあ、もちろんその結構女性相撲ですごい強いって可愛い子とかいるじゃないですか。女相撲でね、そうですよね、はいはい、すごい可愛いよね、通常という人もいてね、相撲ファンも多いわけですしね、はい、うん、まあ、今回の場合はですね、まあ、そのひいき目に見ればね、例えば貧血で倒れたのかなと思ったんだとし、まあ、したらね、もう本当はダメなんですけれども、うん、まあ、女性は降りてくださいと、はい、ただもうこう押してる時にですね、やってるというんでね、そもそもまあ上がった看護師さんも断ったんでしょ、ちゃんと大丈夫ですかって言って上がっていいですかって、まあ、相撲見に来てるぐらいだから、ね、まあ、そういうのもね、知ったりもした上で、なおかつけどっていうね、はい、うん、そういう善意ですかね。ただまあそれは若い呼び出しさんですから、うん、10代とか、うん、まあね、うん、その人はまあ多分先輩からもう絶対女人禁制だなんていうふうに、まあ、言われて育ってなんで、まあ、そうですね、まあパニックだって言ってたんですけれども、はい、まあ杓子定規にこういった言ったんだろうとは思うんですけれどもね、はい、まあ女人禁制って結構いろんなところもギリシャ語もあったりとかね、はい、ローマ法王でもあの法王の資質とかには入れないとかで、はい、まあいろいろある日本だけのしきたりではないんですけど、はい、まあ、日本でも、沖ノ島だかな、はい、なんかあの絶対入っちゃもう女の人はもう入ってもいけないっていうような、ね、島もあるぐらいなんで、まあ別に上がんなければ上がんなくてもいいやとは思うのかもしれないけど、今回の場合はまあ人の命関わってるんで ね、だってローマ法王が倒れてそこに女医さんいたら、そら女医さんしかいなかったって、それは、ね、それはもうしますよ、ね、そうですよ、だからまあ平素、まあ固定概念がまあちょっと固まって、固まってるというかね、別に伝統を、ね、否定するつもりはね、そうそう、まあ、大事なことですしね、そうそうそう、否定することではないんですけどね、まあ、それはそれで大事にしつつ、でも今回はしょうがないよねっていうのは、まあ、バタンと後ろにね、こうね、倒れてということであればね、そうですね、で
いやもちろん神様も目をつぶってくれますよ。そんなもんね。神様はきっとね、心広いから、お守りもどこの持ってても大丈夫って言うんですし。っていうおおらかさが相撲のね、教会のあれを払う。これだけ集まってね、で、なんでこんな、一応救急隊員もいたって言うんだけど、救急隊員何してたのかなと。救急隊員、あ、そうなんだ。いたんですか？いや、普通はね、取り組みの時怪我するからって待機する。まさかこういう市長が倒れると思ってないんでね、こんな、いわゆる。まあ、関連行事みたいなやつですからね。それは何、男性なりを用意してあったっていうこと？救急隊員は一応、これ何や、怪我するわけですからね。いたんですけれども、すぐ来なかったんですよね。たぶんどっかで待機してたのかな。で、こういうことにお世話になった。取り組みだったら近くでね、いますからね。それはそうですからね。伝統とか信じとか大事だと思いますけど、これに関してはね、でもこれで命は助かってるわけですしね。そうですよね。難しいところで、まあ難しいところ、若い人にあんまりにね、呼び出しさんに文句言ってもしょうがないかもしれないしね。その周りからね、そのね、なんで女が上がってるんだっていう声が上がってたんでとかっていう話もあるじゃないですか。それもしその人たちにはね、日本書紀にはもう女相撲の記述あるんですよと言えばいいんですね。そんな大した昔からもう太古の時代からの伝統とかしきたりではないんですよって言えばね。むしろそういう状況になってそれを言うことの方が異常だなと思っちゃったんですけど、この状況でそのことをね口にするなんて。ちなみにね、ローマ法王の資質にはね、今は入っていいみたいです。時代に合わせて入っていいっていうことになる。やっぱり変わってきてるんですよね。そうですね、時代に時代に合わせてね、もちろんもちろんということですね。はい。そして今週もう一つですね、話題に上がったのが、オフィス北の森社長と武志軍団のそうなんですよね。すごい泥沼化してますよね。まあ、本当に泥試合になっていて、まあ最初ね、その独立っていう話になった時に、はい、まあ要するにそのあのビートたけし愛人とね、あの独立みたいな感じで報じられて、はい、まあそれに対して、まあ、結局そのままではっていうことで、多分その、まあ、軍団の方が立ち上がったんでしょうけども、立ち上がったというかあれこれ言ってきてるんでしょうけども、まあよくよく考えればですね、そもそも、北野たけしがですね、森社長のことを一緒に映画をやってきた森社長のことを必要だと思えばですね、かばえば済む話なんですよね。必要ならね、必要なら、ね、はい、で軍団だって、たけし軍団だってさすがに殿が、お前らうるさいよって一言言えばそれは黙るのは決まってるわけですよね。つまりもう北野たけしの中で森社長はもう切っていい存在だっていう風な考えがあったことはもう間違いない。要するに彼は自分にとってもう必要ないというふうに判断したっていうのはもう確かなんですよね。本当に必要であれば。で、まあ、要するにその映画、まあ、なぜ森社長が重要だったかっていうと、そのヨーロッパの映画、まあ、これは、まあ、ある人からまあちょっと聞いた話なんですけども、はい、まあ、要するにヨーロッパの映画界の人脈っていうのがあるんですよね、はい、森社長というのは深い人脈があって、うん、まあ、要するに賞レース、はい、まあ、賞を取るためには人脈も必要だし、まあ、ちょっといやらしい話ですけど、まあ、いろんなこう運動もしなければ、うん、はい、ね、ただ取っただけでは取れるというもんではないので、もちろんその、ね、人脈とか、はい、まあ、いろいろとお付き合いも、ロビー活動必要なんですね。そういうことですね。そういうのも必要なんで、はい、そのためには必要だと、うん、で今後もそれで必要だと思えばそれはまあかばうんですけど、かばわないということはつまりその賞に対してはもう関心がなくて、うん、まあ、最近アウトレイジずっとやってきましたけど、うん、まあ、映画はそういう方向で行こうっていうふうに、まあ、小説もね言ってますけど、まあ、要するに小説とかで、まあ、映画を撮るにしてもそういう、まあ、お金ばかりかかってなかなか稼ぎにならないような映画はもういいんじゃないかというふうに本人ももうね、うん、判断したんじゃないのかなと。で実際今、まあ、あのオフィス来たのって、まあ、大体まあ見るとあれですけど、あの民間の調査会社の資料とか見ると大体まあここのところ25億ぐらいですよね、うん、前後でその8、9割がたけしが稼いでるわけでしょ、うん、これはもうね、たけしが抜けちゃうっていうことはイコールもう森社長ともどもダメっていうことですからね、うん、ところジョージさんはもう完全に
個人事務所なんですね、うん、とあの所さんで11、2億稼ぐんですよ、うん、武さんはそれよりも上なはずなんでね、うん、私ねあのどっちに味方するつもりもないんですけれども、うん、結局ねあの若手を育ててこなかったっていうのが一番のネックだと思うんですよね、うんうんまあ、あの育ててなくてもよかったんですよ武さんが稼ぐから、はい、15億以上 そ,、ねはい、それはもうね若手は、まあ、下手すればねあの映画祭の時のいわゆるその設備用の設営とかに、はい、芸人さんをね、うん、アルバイトして使ってその分給料払うみたいなね、なんだか芸、まあ、本当だったら舞台に立たせてね、はい、ギャラ500円でも何でもやって育てて、たけしさんに代わる若手を育てればよかったんだけれども、うん、そういう努力をしなかった社長が いるんですね。たけしさんはそこに何だと、うん、あの俺の給料ばっかりで食ってるんじゃないかという不信感があったんじゃないかというふうにはね、やっぱりね事務所の社長っていうのは結局それだと、まあ、次世代のね、はい、いわゆるスターをね育てて、まあたけしさんというたけしというまあ金看板がいて稼ぐ、それをまあいわゆる投資してね若手を育てるのが、でもそれ全くしてこなかったっていう二十何年間ね、はい、それがね今こういう形になってきてるんじゃないかなとは思うんですけどね。結局売れなかったもんね、軍団もね。軍団もね、うちは軍団にもちょっとね、あの厳しい今日新聞で意見は言ってるんですけれどもね、やっぱり軍団も給料が安定してるもんですからね、なかなか自分でっていう風な、まあもちろん活躍してる人は数名いますけれども、はい、いやもちろんいるんだけどね、ほとんどはたけしさんの番組になんかでスバーターで出るとかね、もう60近くなってるんですよ、軍団もね。そうなんですよね、気がつけばね、みんなね、はい、なってるわけでね。東国原さんはこう唯一結構、まあ、売れてる方だとは思うんですけど、うん、まあ、違う事務所ですもんね。もともとはね、あの軍団って言ってもね、サーキスさんの弟子っていう人と、はい、いわゆるそのもともとたけしさんに憧れて、まあ、太田プロで一緒にいた、まあ、本当の、ね、同僚みたいな、まあ、年の離れた同僚、はいはい、でそれまあ上の人たちはそうなんですよね、はい、でその下の人たちっていうのは、まあ、いわゆるたけし軍団っていう弟子になるんですけど、はい、東さんなんていうのはもともと自分で芸人だったんですよね、はいはい、そうだからちょっと今は引いた感じで見られるっていうところがあるんですよね。全然違う事務所なのは存じてます、うん、はい、ね、今になったら全部事実言っていいぞって言ってるって、ね、書いてありましたけど、そう言って、はい、言ってますけど、ってことはそういうことなんでしょうね。けど結局まあそれでね、まあ、森社長切りというのが、まあ、切るっていうことなんですよね。そういう判断ということなんですよね、はい、いやあの 大枠で言えばですよ、結局ね、まあ非常なところがあるなと思いましたけどね。まあ、65まで年収1億の社長ですから、まあ、ありましたからね、うんうん、それはまあそれで十分といえば十分なのかもしれないですけど、普通の企業で言えばもう、そうですね、うん、まあ、でもこんな騒がなくてもよかったかなって気がしますよね。そうなんですよね。だからそのまま静かに、あのクラス、たけしさんクラスになったら騒いでも何のメリットもないんですよね。何のメリットもない、ね、こちらはまあこれから出てくるでしょうね、これからまたですね、はい、さあそして今回の最後の話題はこちらです。夫の知らない妻の悪事私の担当のところでですね、まあ、いわゆる些細な悪事なんです、うん、まあ、秋も、ね、夫に隠れていろいろやってたんだろうしっていうんですね、今回取り上げるのはですね、まあ、いわゆるその定年退職って、まあ、旦那にとっては、まあ、ラストを飾るというかですね、はい、まあ、2000万とか3000万とかに出るんですけれども、最近その聞いたらですね、いきなりですね、あのクルーズ船に乗りたいと、はい、もう予約してきたっていう奥様の話がいてですね、はい、夫としてはその2000万なりを例えば繰り上げ、ローンの繰り上げでやって、うん、あと老後の資金で足りない分をこれでっていうんだけれども、うん、妻はもう自分も退職なんだと、パーッと使いたいと、でそれでだったらまだしもパートとかで、ね、はい、出てね、その部分を補填するんだったらいいんですけれども、結局あ離婚も視野に入れてるわけですよ、パーッと使った後はね。で、墓がまた別の人に聞いたらですね、墓にも入られたくないっていうんで、まあまあこれはよく聞く話なんですけれども、最近はハワイにですね、散骨してくれというふうな頼む奥様がいてですね、そう、これは葬儀相談員の市川さんという非常に可愛らしい女性なんですけれどもですね、昔から知ってるんですけれども、はい、女性の少なくとも1割はそう思ってるだろうと、まあいわゆるその実家というかですね、まあ
義理のお母さんのいるところっていうのが非常にネックがあるんだと思うんですけれど、あと旦那ね、旦那が嫌いなんですよね。だから1割くらいは、どうしようもないね。どうしようもないですね。そしたら誰もいないハワイの方がまたいいって、まあハワイは誰もいるかだけれども、別に自分のふるさとでもないんですけれども、散骨してっていうような人もいるということなんですよね。だからね、あの金曜日の発売のやつで見ると、あの夫をレイプ犯にして離婚するみたいな ねすごいなと思ったりしますけどね。さっきあの雑談で話聞いてたら、だって結婚する時ウェディングドレスを、愛人に買ってもらったと言います。買ってもらった女性、私の友人です。はい、ね、結婚するのって言ったら、愛人だった女の子がいて、違う子と結婚するって言うから、なんで結婚するのって言ったら、あんた本当は好きじゃないでしょって言ったら、うん、私こっちの方が好きなんだけど仕方がないからこっちと結婚するの、でもドレスは買ってもらっちゃったみたいな、おいマジかっていう人はいました。その結婚と恋愛は別物ですからね。恋愛は別だということですね。はい、でこっちドライですね。あの2年後ぐらい離婚しました。うん、あ、そうなんですか。やっぱりなんかね、それを聞いて、あ、なんか良かったって思いました。まあまあもうそうですよね。まあまあ天罰ではないですけど、まあまあそういう風になる。まあ今回の場合はね、ちょっとまあいいように解釈すればね、豪華客船もまあ奥さんこれまで耐え忍んで、忍びがたきを忍んできたわけですから、それぐらいとは思う。まあ、いわゆる豪華客船といってもね、クルーズ結構安くなってるんですよ。安いですよね。そうなんですよ。そう、あのね、ホテル例えばこの辺りで泊まったら1泊2万3万当たり前ですよね、はい、このクルーズ船は1泊1万5千ぐらいで、そうなんですよ、で海外に連れて行ってくれるんですよね。そうで、荷物は船の中に置いて、この寄港地で降りて観光もできて、でまた船に戻ってくれば、ね、でそれで仲良くなったら一番いいですよね。多分仲良くならないので、ね、他にいい人見つけちゃうかもしれないよ。3ヶ月ぐらい一緒にね、2人で部屋にいるとね、こうなんてこう女の人ってこう復讐しないと気が済まないのかね。そんなに離婚したいんだったら、普通に離婚してって言ったらもうね、そうですかって言いますよ。いやもうそりゃそこまでの思いがあるんだったらね、もうあんたとは墓も一緒に入りたくないぐらい、もう嫌だから別れてほしいって言われたらね、もう何もないですよ。じゃあ財産を半分にしてお互い気持ちよく生きていこうと。それは財産がある人だ。いやちょっとぐらいはあるじゃない。まあ普通の人だって。うちの奥さんなんか20年前の何言ったっていうのが未だに言うからね。いや言うだけまだいいんだよ。だから分かる。で仮に秘めとくからね。仮に離婚は嫌だって言ったら、20年後またあなたは離婚が嫌だって言うから、しぶしぶ離婚しなかったとか、20年間を返してみたいな感じ、ね、20年後に言いそうです。大丈夫それ、あの奥さんから見て大丈夫ですか。まあでも、ね、女の人は記憶力、そんな記憶、あの離婚するつもりは全くないということですから、そういうことですよね。いや言ってる間はいいんですよ。本当にもう内に秘め始めた方が怖い、ね、あ何にも喋んなくなった時は怖いですね。そう、怒らなくなるし、ね、もう他人になるから、なんかもうやり過ごすようになるって言いますもんね。一番冷たいのは無視ですから。なるほどね。どの世界もそうなんですよね。そう、怖いな、喋らない奥さんね、話を聞いてくれないって愚痴言ってる分はまだ大丈夫なんです。だってそしたら聞いてあげればいいんだよ。そう、話をしようという意欲があるわけだ。そうか、大変だったな、って相槌を打ってあげればいいんだ。ハンフリー・ボガード方式で、そうですね、なんか急に本当怒られてるような気分になってきます。申し訳ございませんとしか言いようがない。血が鼻ということでよろしいでしょうか。皆さんも気をつけてくださいね。はい、ということでまとまりもなくてまとまりましたか。大丈夫ですか。大丈夫だと思います。なんか言いたいないことは。いや大丈夫です。大丈夫ですか。はい、あんまり言い過ぎるとちょっと余計なこと言ってしまいそうなので。はい、ということで夫の知らない妻の悪事まで今日も4項目についてお話しいただきました。ということで今週はこの辺で失礼したいと思います。また来週もお楽しみになさってください。さようなら。どうもありがとうございます。